いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2014年式、アウディ RS4 アバントを紹介させていただきます。まず、お車の状態ですが、左フロントフェンダーに飛び石、ボンネットに傷、左リアドア、 左リアフェンダーに線傷キズがございます。走行距離に関しましては約2万7000キロと低層高滑。車両コンディション良好な一台となっております。外装色はパンサーブラッククリスタルエフェクト。インテリアはブラックレザーが採用されております。アウディ A4 アバントをベースに数多くのスポーティーな専用装備が施された RS4 アバントでございます。 こちらのお車は高い実用性に加え、RS4 バントの高い走行性能が魅力の一台です。普段使い、レジャー仕様、スポーツ走行など、幅広くお楽しみいただける一台となっております。また、アシスタンスパッケージにより、アダプティブクルーズコントロール、サイドアシスト機能が追加され、快適性も向上した一台です。エンジンは4.2リッター。 V 型地機等の NA エンジンが搭載されており最高出力は450馬力でございますヘッドライトに関しましてはキセノンが採用されており夜間走行時も安心してお乗りいただけますまた足元に関しましては純正20インチのアルミホールが装備されております合わせてトランクスペースの紹介ですトランクに関しましては電動での開閉となります トランクスペース、広々と加工された一台です。スーツケースに関しましても複数個収納することが可能となっております。また、後部座席を倒していただきますと、長い荷物にも対応が可能です。続きまして、インテリア、紹介させていただきます。インテリアに関しましては、ブラックレザーが採用されております。運転席、助手席、若干ではございますが、使用感がございます。 ステアリングに関しましては3本スポークのレザーステアリングが装備されております。こちらにはパドルシフトが装備されており、自由自在な変速が可能です。また、アダプティブクルーズコントロールも用意されておりますので、快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの主張も可能です。 また、バックギアに入れていただきますと、バックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては7速のオートマチックシフトが採用されております。走行モードに関しましては、コンフォート、オート、ダイナミックモードが用意されております。フロント両席にはシートヒーターも装備されており、肌寒い季節でも快適なドライブが可能です。 続きまして後部座席紹介させていただきます。後部座席に関しましては目立った使用感がなく良好なコンディションを保っております。また広さに関しましても十分な広さが確保された一台です。こちらのお車にはバングオルフ先生のスピーカーが装備されており、ワンランク上の上質な音楽をお楽しみいただけます。最後に気になる車内の匂いですが、 特におタバコの匂いとはいたしません。今回は2014年式、アウディ RS4 バントを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離、約2万7000キロと低走行かつ、内外装、良好なコンディションを保ったお車です。マルチな活躍が期待できる、アウディのハイパフォーマンスカー、RS4 バントでございます。こちらのお車に関しましては、 450馬力を発揮するエンジンと、7速のオートマチックシフト、クワトルシステムにより、圧倒的な走行性能を発揮する一台です。また、純正のハードディスクナビゲーションや、アダプティブクルーズコントロール、バングオルフ先生のスピーカーなどにより、快適性しっかりと加工されたお車です。お探しの方はぜひとも、お早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。